じゃあこの後は私の家に集合だね。お勉強一緒に頑張ろう。お菓子も持ってくね。いっぱいあるからお裾分けってお母さんが言ってたから。あー、なになに、ケーキとか甘いのがいいな。ね、おせんべいだったかな。おせんべいパーティーか。ありがとうございます。私たちも自然な感じで演技ができてますから、普段から仲良しなおかげかも。はーい。みんなもお疲れ様。撮影いい調子ですね。移動で疲れてるかと思ったけど、なんだかリラックスできてるね。ですね。こんな緑いっぱいの景色、なかなか見られないし、いいリフレッシュになります。うずきちゃんは都会育ちだもんね。私は割と馴染みがあるかな。私もこんな風に空が広く見えるの、懐かしい気分になって。そっか、そういう感想もあるか。一緒にいるとつい忘れちゃうけど、私たちって全然違うところで育ってきたんだよね。確かに、ずっと昔から一緒にいた気もして、ドラマの設定も他人って感じがしないし。そう言われると想像してみたくなっちゃいますね。想像？うん、もし私たちが本当に幼馴染で一緒の学校に通ってたら、どんな風に過ごしてたかなって。確かに、毎日が楽しそう。昼休みは3人でお弁当を食べて、放課後は遊びに行って。なら家も近所が嬉しいな。みんなの部屋にも気軽に行けるように。いいですね。あ、でも大丈夫かな。私、気を抜くとすぐ部屋が散らかっちゃうから。うずきちゃんったらまた片付けサボってる。ほら、一緒に片付けよ。なんて。はーい、ありがとうございます。じゃあ私もお昼寝しすぎた時は京子ちゃんに起こしてほしいな。みほちゃん、もうお昼休みおしまいだよ。ってこれだと幼馴染っていうよりお姉ちゃんみたい。京子ちゃんってやっぱりお姉ちゃんみたいに頼れる感じだから。もう二人とも、私だけ一つ年下だよね。そこは幼馴染設定ってことで。でも年下の京子ちゃんもいいかも。妹みたいな感じで私たちに甘えてきたり。わー、いいね。私も見てみたい。しょうがないな。じゃあ特別に、うずきお姉ちゃん、みほお姉ちゃん、京子と一緒に遊んで。やったー。あ、プロデューサーさん、今京子ちゃんがお姉ちゃんって呼んでくれたんですよ。プロデューサーさんも聞いてみたいですよね。ほらほら。ちょっと特別だからおかわりはなし。